自分で作った同人 RPG を RTA するネメリスちゃん、始まるよ。ということで今回は、私たちが制作、配布をしているネメリスちゃん RPG、バージョン10の、全ボス撃破 RTA を走っていきましょう。自分で RTA することにより、動画のネタ作成、ゲームバランスの確認もできる、まさに一石二鳥だな。ちなみに今回の RTA では、先行版で実装されてる経験値スライムは使わないよ。あくまで通常プレイで地道にレベルを上げていかないと戦闘バランスもわかんないしね。はぁ、余計なことするんじゃないわよ。普通、配布する前に自分で戦闘バランスの確認をするんじゃないですか。お前は物事を焦りすぎる。お前もいずれわかる時が来よう。さて、ギルドの試験で泥棒を捕まえに行くことになった僕ちゃんたち。盗みを働くなんて人間のクズめ、僕が捕まえてやるぜ。おっと、ギルドに落ちてた200ジュエルとディスペルハーブは忘れず拾っていこうね。所詮、クズはクズなのだ。村の中にある500ジュエルも回収したら、そのままの足取りで小さな森に向かいます。ちなみにフィールドマップでの演歌は、快適性を優先し廃止しました。そもそも今時の同人 RPG はフィールドマップすらないのが普通だしね。最初からその方向で作っとけばよかったかも。これは次回作の課題だね。さて無料体験版との違いで、レベル1の時点で私が攻撃魔法テクルを習得しています。今回の RTA では、2つ目の島に進む都合上、レベル上げが必須です。本演歌は買っていきましょう。ということで第1のボス、泥棒くんとのバトルだよ。スキルを3回当てれば勝てるから、攻撃が片方に集中して落ちないことを祈ろう。もし片方が落ちちゃうと経験値が入らなくてロスになるからリセットだね。ちなみにさっきの泥棒に敗北しちゃうと無譜なシーンが始まっちゃうので、絶対に負けちゃダメだぞ、絶対だぞ。ベッチなのはいけないと思います。さて、ギルドに報告する道中に、酒場に立ち寄り、ゴロツキイベントのフラグを立てておきます。魔導書ゴロツキに奪われたお姉さんのために、取り返しに行くイベントですね。RPG でのお使いは必須だからな、平気平気。あんたには元気な体があるじゃない。ただ働きでも何でもすればいいじゃない。お宿で休んで体力回復。ちなみに自宅で休めばタダで回復できるよ。さて、無事に泥棒を突き出し、試験に合格できました。これで今後、ダンジョンに挑むことができます。というわけで、全制覇目指して、チェルっていくぞ。おー、ダンジョンに挑む前に装備を整えるのは当然だよな。一番安いのを頼む。エルシャダイならやられてそうですね。エルシャダイがもう12年前ってマジ。ちょっと時間の経過が早すぎんよ。もうダメだ。さて、準備ができたら廃墟にいる、ゴロツキを懲らしめに行きましょう。ゴロツキにしては立ち絵がイメージと違うゴロツキシーンオフスオフス。クール MV のデコ素材が少ないんや。もっと増やしきり。ステータス的には先ほど戦ったゴロボーさんより、少し強い程度です。レベルも上がっているので、特に苦戦なく勝つことができるでしょう。ちなみに盗まれた魔導書は、アジトにいるボスに渡してしまったそうなので、直接アジトまで乗り込みましょう。いつも思うんだけど、同人エロゲはなぜ危険な場所に女の子だけで行ってしまうのか。ゴロツキのアジトに乗り込む前に、道具屋で回復アイテムを購入しておきましょう。購入が済んだら、アジトの入り口にいるゴロツキを倒します。先ほど戦ったゴロツキとステータスは変わらないので負けることはないでしょう。ゴロツキを懲らしめた次はボスジェイ。ということでゴロツキのボス君オフスオフス。こいつは毒針攻撃と HP が減ったら2回攻撃をしてくるよ。長期戦にてて、パパパッと倒しちゃおう。スマホ殴りで目つぶしして暗闇状態にするのがおすすめだよ。あともしこの戦闘に敗北しちゃうと無譜な回想シーンが始まるので負けてはいけない。リタイッシュ。これで角メジャーへ。敗北を知りたい。ゴロツキのボスを無事に懲らしめられ、盗まれた魔導書を取り返すことができました。村に戻って魔導書をお姉さんに渡してあげましょう。あ、行き過ぎた。記録更新ポイントを残す第一走者の鏡だから平気平気。まあ嘘ですが。魔導書を渡すと、装備アイテムのウサギの耳飾りをもらえます。装備すると毒が無効になり、防御力が20も上がる優秀な装備です。さらにイベント終了後、廃墟にいたゴロツキと会話すると、装備品であるシマムーの服を入手できます。忘れずに回収していきましょう。さらに装備を整えるためにブブ屋でお買い物です。私の H ポイントと防御力が食用の都合上、低めに設定されているので、聖職者のローブと、余裕があれば魔法使いの帽子も買っておきましょう。赤いもの、赤いもの、
ということでダンジョン突入。ハロータワーダンジョン。じゃサクサク攻略するわよ。今のバージョンだと雑魚塩化率を要望に応えて低めに設定してあるから、ボスまで塩化しても1回あるかないかぐらいかな。ということで、ダンジョン1層目のボスである薄汚い王府くん、A です。ごくまれに2回攻撃、本的にはただ攻撃してくる脳筋ボスですね。ゴロッチのボスより弱く設定してあるので、今の私たちなら簡単に勝てる相手です。ちなみに敗北すると、ネメリスちゃんが王府さん脳筋ポケースにされてしまいます。砂漠領、どうして僕ばっかり。私の回想シーンは支援特典の先行版以降でしか見られません。大変ですわ会長、あいつら、きったねえですわ。さて第2層では、すぐにボスに行かずにアイテムを回収しつつレベル10まで上げるよ。レベル10になると僕ちゃんが全体技のスマホブーメランを習得するからね。あともしアイテムが足りないときは、右側のマップに商人がいるから補充しよう。さて、いざ第2層目のボス。ヌメヌメヌメヌくん、オスオス。こいつはお供を引き連れて登場してくるから、全体攻撃技のスマホブーメランを覚えてると雑魚の処理をまとめてできて便利だよ。僕ちゃんは雑魚を倒したらスマホブンブン丸、ティーナちゃんはセクリガで削っていこう。回復魔法だと回復が追いつかないから、ポーションで回復も忘れずに。全然食わなかったらオラ落ちてたぞ。たまに混乱攻撃もしてくるから気をつけようね。ちなみにこの戦闘に敗北すると、ボクちゃんが洗脳されて元気な食事君を産んじゃうので、絶対に負けないようにしよう。ミワ、葵くんの母にでもなるつもりか。大概だぞ。さて、ここからは第3階層ですね。この階層でも2階層と同じくアイテムを回収しつつ雑魚塩化を処理してレベルを上げていきましょう。塩化率を低めにして快適性は上がったけど、いざ通常プレイでレベル上げしようとなると、なかなか塩化しなくて、これまた困る。次回のアップデで敵の経験値を増量して対応するのと、使うと雑魚塩化できるアイテムもあると便利だなって思ったよ。このあたりどんどんアップデートしていって遊びやすくしていかないとね。優秀な私だもん。プリンセスフォームの力の制御なんて余裕よ余裕。空腹以外はね。もし他に何かあれば便利だと思うシステムがあったらコメントしてね。実装するか、こう考えてやるよ。君のこと、もっとお姉ちゃんに教えて。ということで、第3層目のボスに到着しました。学びを得た王府くん、オスオス。こいつは1層目で懲らしめた薄汚い王府くんが魔法を学んでリベンジしに来たよ。核属性の攻撃魔法、全体攻撃魔法など魔法攻撃のみで攻めてくるよ。まあ、今回はしっかり育成と装備も整えてるから、回復さえ忘れなければ、負ける相手じゃないね。ちなみにもし負けると、ネメリスちゃんが王府さんに腹ごこうされちゃいます。腹ごこうは好きだけど、されるのは好きじゃないやい。さてさて、そろそろとどめが刺せそうかな。勝ちや、勝ち勝ち、一の勝ちや。さて、ついにダンジョンの奥にある宝箱に到達。って、空っぽじゃん。なぜか空っぽだったダンジョンのお宝。ひとまずギルドに報告しに戻りましょう。先行版だとギルドのクソデカ机が修正されて、正面から話しかけられるようになって、とても便利。ギルドに報告してみると、次のダンジョンの探索をおすすめされたので、新しい島に行ってみることになりました。ギルドのおじさんと会話すると、蘇生アイテムの女神の魔石をもらえます。さてさて、ここまでが無料体験版で楽しめる範囲だね。この先は支援サイトで配布している先行版で遊べる部分だよ。まずはチェルン村に行って、おケツこじりスライムの森は出し入れする場所なんだよな。誤差だよ誤差。さて、このコチヌカ島にあるダンジョンは現在封鎖されており、ダンジョンに挑む際は通行料が必要です。その額は1人14万、つまり2人で28万ジュエルとなっています。14万。ぼったくりやろこれ。つまり第2の島では、ダンジョンへの通行料を稼ぐために魔物討伐の依頼を受けたり、夜のお店で働いてお金を貯めたりと、いろんな手段で稼ぐことができます。今後のアップデで、マルチエンディングに対応するために、処女プレイでもお金を稼げるように、通常バイトシステムを実装する予定です。専用のイラストも表示される予定なので、今後のアップデをお楽しみに。さて、検問所で門番と会話すると、ギルドでガチャを回せるようになるよ。もちろん、ジュエルが必要で8連ガチャで3000ジュエル、2連ガチャで300ジュエル必要だよ。素敵な仲間が現れた。
こいつらは勝手に自爆してくれるから特に手間はかからないよ。はい、ギルド管理協会の職員カリンと申します。残念、引けなかったね。こいつらが撃つ呼ぶ気を落とすまでひたすらセーブ&リセットだ。ちなみにドロ率は SR 武器が 3%、SSR 武器が 0.5% です。作ってる時は楽しいけど、いざ実際にリセマラすると面倒で仕方なかったので、RTA を走り終えた後にドロ率を倍にしたよ。あ、でもボクちゃんの SR 武器は無事にドロップしたね。できればティーナちゃんの武器も欲しいからセーブしてもう一回リセマラするよ。ちなみにどうしてこんなに時間をかけて武器を用意するかといえば、ボス戦前のおケツほじりスライム8体戦闘が凶悪すぎたせいなんだよな。おケツほじりでおケツほじられると MP を吸われる上に確率で発情状態にされて魔法を封印されるという、超凶悪モンスターが一度に8体はいかんでしょ。しかも続けてボス連戦だし。このゲームを作ったのは誰だ？お前何をやらかしたかわかってるの？今回の RTA で戦闘バランスが劇的に改善されるから。よし。さて、ここで痛恨のミスが発生してしまいます。タイトル画面に戻ろうとした際、誤ってセーブデータを上書きしてしまいました。所持ジュエルももうないのでガチャを回すことができません。慌てない慌てない。僕ちゃんは RTA は今まで数々の動画を投稿してきたからな。急なオリチャーにも対応してみせるさ。やればできる子なの。さて、こっからどうすっかな。とりあえず僕の装備は手に入ったし、おケツほじりスライムに挑むか。いや、さすがに今のレベルだときつい。とりあえずおケツほじりスライム討伐のフラグを立てておいて。何も考えずに爆心することにしました。大丈夫、きっと勝てますよ。ジュエル稼ぎも兼ねてレベル上げをするのはどうでしょうか。夜のお店で稼ぐにはインランドが足りないので利用することはできませんので。よし、それで行こう。どうせ後でレベル上げもする予定だったし、ダンジョンクリア後は一気にワープできるから楽ちんだね。しばらくレベル上げに取り掛かる。あ、そうだ、唐突。僕ちゃんのゲーム CG 3回かきさんに DMM のフラワーナイトガールやジェミニシード、要塞勝負や多数の音声作品のパッケージを担当している、アジフライ先生が参加してくれることになったよ。やったね、タイちゃん。回想シーンが増えるよ。3回かきさんは右枠に記載してある通りで、ガチプロの安井良介先生、福祉部で上位ランキング安定のフラウ先生、メスガキワからセノルネル先生、音声作品パッケージやパマルズリが最高な直屋先生、 DMM のフルーツフルキュートでキャラを複数担当してるアリス川琴音先生と鈴木先生、僕が初めてハマったロリ巨乳絵描きさんで今はフラワーナイトガールで活躍してる反村洋次先生、今作をメインで担当してくれてるムチムチに定評のある森野先生、個人的に一番の獣シチュの推しであるセクテム先生、プロレベルの技量を持ってて質感の表現が最高なトンちゃん先生、メスガキを触手で分からせるササマシン先生、綺麗な絵柄で割とハードなシチュ格アムリタ様先生、ペコリーヌネトラレイでグッソお世話になったピリオド先生、イチャラブが好きだけど割とハードなシチュ頼んだらノリノリになってくれるスムミ先生、薄い本にめっちゃお世話になった沖田先生、ブリちゃんに容赦なく分からせて、あと母親キャラも大好きなトコマヤケイタ先生、花騎士やミストレ、あと過去の雑誌掲載漫画にくっそお世話になったムグクリノ先生、アズレン公式のお仕事を担当してるライオウ先生、女の子をトイレ扱いすることに関しては個人的に右に出る者はいない花うな先生、小さい子に熱いこだわりを持ってる石虎辰巳先生、もう数えきれないほどお世話になったアタフタ先生、ラノベ表紙や巡りどころの単行本にくっそお世話になったムツタケ先生、デフォルメがくっそ可愛いナイクス先生、前年戦争アイリスのリタちゃんやレダちゃんのムチムチにお世話になった伊藤雄星先生、催眠やタイマニンスーツを着せるのが大好きな渡辺 SINKAI 先生、広角のパンドラ連載中のストトセリン先生、以上だ。個人的にめっちゃ息子がお世話になった方々を集めてるから引き受けてもらえて感謝しかない。他にも声をかけてる途中に絵描きさんもいるので続行に期待しよう。あと他にもお願いしてほしい絵描きさんがいたらコメントしてきてね。とりあえず現時点で最終的な回想シーンが50を超えそうな勢い。予算はもう100万どころか200万いきそう。というか超えた、もう怖くて数えてないや。まあ趣味みたいなもんだしね。好きにやるのが同人の醍醐味よ。とりあえず回想シーンにボイスもつけるかは悩み中。音声作品は普段買わないから同人声優さんは頼み方とかさっぱりなのよね。
あと支援のフォロワーさんが1万6000人近くまで増えててありがたいね。記事ランキングもこの前、2位まで浮上してめちゃめちゃ嬉しかったよ。支援兄貴も順調に増えてみんなの期待に応えられるようにこれからも制作の方頑張るね。応援をなしゃす。さて、長いレベル上げとガチャの末に、ようやく私の SR 武器も入手できました。これでおせちほじりスライムと戦う準備はバッチリです。長く苦しい戦いだった。どうして自作エロゲでガチャの苦痛を味わわないといけないんですか。やはりガチャは悪い文明、はっきりわかんだね。宿屋に泊まって、MP 回復用のマジックウォーターを仕入れたらボス戦だ。正気度を下げられないように気をつけて戦おう。ということで、今回の RTA 最難関であるおけちこじりスライム8体との演歌です。とにかく数が多いのと、続けてボス戦の使用のため、メタ敵がどうしようもなく強くなってしまいました。おけちこじりで発情状態にされると魔法を使えなくなってしまうので、その都度アイテムで回復、またできればとどめを刺す前に MP を回復したいですね。今のはさすがの私も興奮しちゃったわ。感服よ感服。無事に最難関突破、そして次がボスのキングおけちこじりスライム戦だ。キングオケツホジリスライムは基本的にはほぼ HP が多いだけなので、お供の数が少ない分、そこまで苦戦はしないかな。スマホブーメランと3回ランダム攻撃のガンズセクルでどんどん攻めちゃおう。負けるとおケツをほじられて正気度を下げられちゃうよ。やったぜ。メロンパン買ってきてください。買ってこいや。おけちこじりスライムに襲われてたおっさん冒険者も救出できたし、急いで戻って次の依頼を引き受けよう。あとは頼むぜ、美食ね。ちなみに魔物討伐の依頼を引き受けるには、一度チェルンの村に行き、チェルンの翼を入手しないと解放されないので気をつけてください。一度にまとめて依頼を受けられるので、とりあえず受けておくといいでしょう。今回の RTA でのボスは残り3体です。ボス戦に挑む前に宿屋で回復していこう。スラム街の宿屋で泊まると、夜のスラム街に場面が映るよ。そこでも回想シーンが実装されてるけど今回は RTA なのでスルーだ。あとは念のためにアイテムの補充と防具の購入。安定チャートに隙のない奏者の鏡だな。すでにガバガバだと思うのですが、とにかく店売りの最強防具である、兜を購入していきましょう。さて、あとは野獣戦とのフラグを立てつつボスの元へ行くぞ。行くぞ。さてさて、準備はバッチリ、狩りの時間だ。ということで、帰ってきたヌメヌメヌメヌくんとのバトルだ。強さとしては前回戦った時よりステータスが上がってるだけだね。まあ、僕ちゃんのスマホ熱を利用したオーバーヒートスマホで火傷の状態以上を、不良させつつガンズセクルで殴りまくれば勝てない相手じゃないね。そんだけおけちこじりスライムが凶悪だったというわけだ。地獄に行ってもこんな面白い殺戮ショーは見られんぞ。ちなみにこの戦闘で敗北すると、念願のティーナちゃんの敗北回想が見られるよ。たまにはボクちゃんもティーナちゃんに譲ってあげないとね。やれやれ、セクシーメメリスは気を引く女だぜ。好きなんだよ、こういう女の子がさ。ヌメヌメヌメヌは倒すとチェルン村の仲間になるよ。住民を集めると解放される施設や回想シーンが増えていく予定。さて、残りのボスは2体。おけちこじりスライムの森にいる野獣を狩りに行こう。さあ、始まるざますよ。行くでかす。ほら、共に始めなさいよ。ということで野獣くん、オッスオッス。こいつは単純に屈指攻撃力が高いよ。防具とかしっかりしてないとティーナちゃんがすぐ落ちちゃうから注意ね。ちなみにこの戦いに敗北すると、魔物と戯れちゃうので絶対負けちゃダメだぞ。ぶっ飛ばすわ。やってやる。そろそろとどめを刺せそうかな。勝ちました。勝ち勝ち。さて、助けた犬を届けてあげたら最後のボス戦だ。えい、えい、ワン。ということで健全な研究所探索だ。このゲームに健全なんてあるわけないよな。お前の体に俺を刻みつけているぜ。なんてことになるのです。ということで中国の怪しい研究員くん、怪しい機械を使って攻撃してくるぞ。まあ、HP はそこまで高いわけじゃないからゴリ押せるけどね。よしよし、あかりの抱きしめて癒やしてあげるね。最後のバトルに向けて回復、よし。宴の始まりだ。怪しい研究は僕ちゃんが許さない、行くぞ。
ということで、究極なキマイラのキマイラアン君、オスオス。こいつは高い攻撃能力と、HP が 40% 以下になると、再生能力で回復してくるよ。一気に削り切りたいね。ちなみに敗北しちゃうとティーナちゃんが肉体改造されちゃうので負けちゃダメだよ。今日の DNA データを超高速回線でお届けだ。ハラメオラス Wi-Fi。 これで終わりだ。ランサーが死んだ。この人手なし。会話が終わったらタイマーストップ。記録は36分37秒でした。今回の RTA を参考にしてさらに細かい調整をしていくね。ゲームの進捗は Twitter や支援サイトをフォローしてね。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。